FIFA 22キャリアモード北海道コンサドーレ札幌編やっていきたいと思います。今日はですね、リーグ戦の FC 東京戦と鳥栖戦の2試合やっていきたいと思います。早速いきましょう。順位、あ、そうだ、順位をおさらいしておくと2位ですね。以上です ということで、2試合やっていくとメンバーか。で、結構だいぶし、久々に撮ってるので、前回の結果はあまり覚えていないんですけど、どうしようかな。メンバーは、あ、そういえば、その久々に撮るんですけど、前回から今回までの間に、小柏選手が日本代表に選ばれましたね。おめでとうございます。林選手でいっか。これでいってみようかな。その前の試合の状況とか全く覚えてないんで、このままいきたいと思います。ちょっと今日からマイクを変えたので、もしかしたら音が変わってるかもしれません。なんか一応ノイズは入らなくなってるはず。だけど音質は、わかんないですね。OK、やっていきます。キックオフを前に大勢のサッカーファンが詰めかけたスタジアムには大歓声が響き渡っています。よし、やってい FC 東こう。京が北海道コンサドーレ札幌と対戦します。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。どうか。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は2週間うん。声がもしかしたら、その小さいかもしれないですね。調節はしたんですけど、まだちょっと試してないんで。うー。おかしいわ、選手結構。お、なんかサインプレーみたいになった。シュートだ。うー、惜しい惜しい。いや、惜しいな。ヘッド。カカ選手。おお。ちょっと待って。誰これ。あ、長いっす。早い。早いよ。早いよ。早いよ。ああ。ループ。早いよ。これぞハヤブサ。あんなループ打てますかね、実際。ほらほらほら、こっちも早いぞ。 OKOK。 いいね、いいね。ガシア選手はね、1月、あ、やべ、これはサイドバックでいった方がいいな。ヒッツ。いいね。これループパス。通った。はいはいはい。お、通った。いやー、もったいない。ナイスナイス。奪われた後が大事だから。取れる？無理？あ、ちょっと待って、危ねえ。ナイスナイス。これはいい攻撃じゃない？あ、いいパス通れば。うわ、来た。恥ずかしい。ナイス。ここ拾えるからね、今は。ナイスナイス。さすが日本代表。日本代表。おお。FIFA もね、日本代表使えればいいんですけどね、男子。うわ、危ねえ。
この動画は12月の二十何日に上がってる予定だから、その頃にはもう移籍がもっと進んでますよね。やべ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 。やべやべやべ、うわ危ねえ。ファール？ああ、これワンツーでいけるでしょ。近く来た。長っ。いやけど意外と追いつきそう。やべ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 。どうしようかな。これ通るでしょ。来た。ああ。中を確認したい。打ってきた。ピンチは続きます。取った取った取った。え、ファールでしょ。同点になるのか。いいよ、いいシュート。来た。金子選手のこのゴールのパターン珍しいね。おお。素晴らしいゴールをもう一度ご覧ください。飛んだコースが良かったですね。いや、いいシュートでした。素晴らしい。今シーズン5ゴール目、ナイスです。味方へのパスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。ここでキープして、あー、タックルが綺麗に決まりました。わー、ターンうまいな。ファールなし。いやー、取れた。いやー、どうしよう。高いパスで裏を狙います。うわー、いい攻撃。入ってたら完璧だったんじゃない？決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。お、ナイス。剥がし。いい位置です。うわぁ。レフリーはどうだ？ VAR ないですか？いや、いいパス。来たー、いいパス。ナイスパス、キー。ナイス、キー。わー！あー、オッケー、オッケー。おー、危ない。ちょ、待って、なんだこれ。あ、オフサイド。あー、前に出したらオフサイドだった。エステベス。誰？うわ、なんかいい感じに入れてきた。宮澤選手から。よし、取れるぞ。うわ、なんか。お、いいぞ、いいぞ。取ったんじゃない？うわ、ファールか。いや、ファールないんかい。前半は1対1ということで、後半です。ケンジ・スナドリ、出身です。スナドリ・ケンジ。試合は同点のまま後半へ。お、相手変えてきたぞ、メンバー。どちらのチームでしょうか。相手をかわします。このシュートは、キーパーがキャッチしました。いわゆる金子ゾーン。ここだ、スルーパス。あ、来た。入る？おお。いやいやいや、なんか途中で止まった。嘘でしょ。ああ、シュートコースが変わったんですね。これはちょっと不運でした。おしゃれ。キーパーはどうすることもできません。いや、どうしても最後入ったとこ見せてくれないんだけど。どうなってんの？
どんな嫌がらせ？ナイスナイス。お、シュンター、買ってきた。ここだ。スペースへのボール。うわ、惜しい。惜しい。いいね。チャンスになる。落ち着いて、ここだ。さあ、どうする。うぅ。ファウルとかない。取れる。ナイス。お、いいね。前でボールを取り返しました。ディフェンダーを抜いた。惜しい惜しい惜しい。ああ、ナイスです。ここで取り返しました。チャンスになりそうです。どこから攻めてくるのか。このピンチをタックルで防ぎました。相手が触ったボールはスローインになります。切り替えがめっちゃ早いですよね、札幌は。試合前にニュースがありましたが、ウエストハムが選手を獲得しました。はい、いい選手を獲得しました。やべやべ。シュート打てそうです。キモンスキー。ナイスナイス。おー、ナイスナイスナイス。おー、ナイスナイスナイス。威嚇戻して、あ、ちまって、ああ左足無理だ。カウンター。いやいいパス出してくんな。キーパーキーパー。ナイス。よしちょっと帰っか。いい試合をしてますよね。でこの選手左で、どうしようかな。これでいきますか。よし。タッチライン終わり、スローインです。サブの選手がピッチに向かいます。いいんじゃない。あ、やばい。いやー、ちまった。うーん、ちょ、悔しか。再び長い選手か。ボールに叩き込みました。試合は振り出しに戻りました。いけ。ドリブルで相手を揺さぶります。ボールを取りに来ました。うん。やり合ってる。かなり面白い展開になってきましたね。ポゼッションも互角ですし、どちらかが勝ち越すとすぐに追いつくゴールが狙えそうです。うわ、力強いシュートでしたが、ポストの外に行ってしまいました。惜しいね。ナウエル・エステベス、いや、なんかいいパスだぞ、これ結構。キーパー。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ここ。で、ここ。で、ここ。で、ここ。お。いいよ。クロスを狙いそうですが。来た。ヘッド。うぅ。いい、なぜ。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。OK、ナイス。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。やべ。レアンダー。うわぁ、ごめん。ヘディングはクロスバーの上。惜しかったですね。もう少し落としておけばというヘディングでした。最後のチャンスになるでしょうか。ゴールを割れれば決勝点になるでしょう。来た。清武。いやー、惜しい。
オフサイ。膠着状態を打ち破るつもりですね。ここで切り札投入です。いい判断だと思います。これ林選手ってどの林選手、鳥栖の林選手ってことで前のアラユトン、渡辺、FC東京が攻める。やべ、うわー入った。林、これ鳥栖の林選手じゃないの、こんな濃くないもん。でもユースから上げた選手かな。クロスバーに当たった瞬間はドキッとしましたが、やはり入っていますね。あと数センチ浮いていたら、いや追いつきたい。また違った結果になっていたでしょう。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。追いつきたいぞ。この時間だと厳しいと思いますよ。いいとこ行った。時間がない中、これが最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。めっちゃ横にパスですよ。やべえ、負けちまう。ヘッド。アディショナルタイムが2分増やされました。清武、パスがカットされました。ここで、いや負けた。これやってしまいましたね。あーもったいない。これはもったいない。これなんだ。あー惜しかったですね。うん。誰だよこれ。いや、この選手にゴールを許してしまったのね。もったいないです。非常に。誰これ？あ、他のチームの選手か。OK、じゃあ次、突戦やっていきます。ちょっと飛ばしますね。はい、サガン突戦やっていきます。ちょっとメンバー変えてみました。連戦だったので。でモロゾフ選手、ユース上がり、スタメンで使います。あとは全体的にこんな感じになっています。いきましょう。ちなみに、一回バグったんで、やり直しました。ペジグリーナちゃん。OK。自然と注目が集まります。 FC 時計負けたから勝ちたいな。どうぞ EATV でご覧ください。ホームだ。サッカーファンの皆さんこんにちは。勝ちてー。第8実況は私西岡明彦、解説には福西隆さんをお迎えして。うわ審判赤黒パターンかい。てかあら、いきなりあら、サガン鳥栖と戦います。審判赤黒はやめてとあれだけ言ったのに。おい、来た。ナイスーゴール、先生。お、深い選手だった。イシャクのポジションだったけど。その前パスに絡んでたが、イシャク。いやーナイスゴール、素晴らしい。いきなりの深井選手がスタメン抜擢の、これ幸先がいいですね。こけてる。山下、
リアン選手ね。うわ。ちょっと待って。ちょっと待って。危ない。お、モロゾフ君。モロゾフ君。はい。うわ、やべ。届いた。うわ、ちょーん。まあ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 。ゴールに近い位置ですから、ボールを取られてしまえばこういう結果になるのは明らかですよね。ドフリ。まああれはモロゾフ君も取れないわ。さすがのモロゾフ君もあれは無理。うう。ここはナイスタックル。タッチラインにクリアしました。お、ペジェ、ペジェ。ペジじゃない、ペレ、ペレグリーノ。やばいやばい。内田、お、ナイスカット、ナイスカット。いけ、いいスペースにロブを出しました。左空いてっけどな、あそこまで行かない。きた、うお、ナイス、ペレグリーノ、素晴らしい。君はいつも左手に何か巻いてるな。ガラ空きのゴールに決めました。フィニッシュが冷静でしたね。言うほどガラ空きか。キーパーもディフェンスもいた。山下、ナイス。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。あ、ずれた。読んだインターセプト。あ、対応して。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。サイドの上に。止めろ。ナイス。お、いいパスまで最高じゃん。なんであそこ見えて。うわ、取れた。もったいな。その前の最高のパスが。取れるよ。あ、取れるよ。OK。ここはボールをクリアしました。うわ、うま。なんだこれ。ないです。左持ってきたいな。なんとか左持ってこ。ペレグリーノ君に。ナイスナイスナイス。来た。仕掛け。ああ。イメージ通りの仕掛けはできない。いいスペースにボールを出しました。対応して。ああ、かわされた。ナイスキー。モロゾフ君。さすがロシア。ボールを入れた。ヘッドゥー。ヘディング強。ではリプレイを見てみましょう。お手本のようなコーナーキックですね。そしてうまくヘディングで合わせました。いや、今の強かったな。試合は振り出しに戻りました。ダシダシダシ。ドリブルで敵陣へ持ち込む。あ、相手が触った。まあまあまあ、しょうがない、しょうがない。取れ。ここで取れ。取れ。受けないっす。あ、やべ。くそ。あ、取れる、取れる。あ、取れないか。取れるね。外選手。危険な位置です。うわ。ヘッド。さあリードできるか。うわ、マジか。どこ出してんの。うわ、あ、大丈夫。このパスは読んでいました。うわ、サイドを攻め上がります。ここにスペースがありましたね。可能性もありましたが攻撃は実を結びません。相
が、フラッグが上がっています。オフサイドです。どうですかここまでは。2失点が痛いけど内容的にはいいんじゃない。チャナ何かしてきそうですが、強烈なタックルで止めに行く。キーパー、ちょっと厳しいか。危ない。パスは失敗です。めっちゃマークされてるチャナキップ。オナイスタイス。見事なパスカットです。いや、ファールないでしょ。いや、あるな。1回は流しましたが止めました。レフェリーはアドバンテージを見ています。ゴール前、あー、ナイスキー。素晴らしい。どうしよう、中途半端、中途半端。オフサイド。オフサイドか。すげえ飛び越えてた。いけ。スーパークロス上げてみる。ヒット。ああ無理だ。なあ、ナイスカット。これいいね、イメージ通り。おい、惜しい。あ、これは勇気のいるタックルです。惜しい。あと中断していた分の1分がアディショナルタイムに加えられます。今シーズンかなり失点数の多いホストチームですが、ホストチーム OK。 同点のまま後半を迎えています。まあ勝てばいいんですよね、最終的には。今日はトス頑張ってるな。後半戦の開始です。トスは山下選手出てるね。カットしました。入れられたね。ここはどうするでしょうか。リアン・ヨンギ選手、これはなんかゲームで加入した選手、ね、やべ、これもゲームで加入した。やべ、うーわー、ちょっとクリアできる。おー、ナイス。これは危ない。ナイスです。右空いてるよ。まだか。ここスルパス。来た来た来た。ヘッド。わあ、惜しい。惜しいね。やばいやばい。人が足りない。謎の選手。ああ、謎の、ナイス。うわー、モロソフくん。パスは相手にカットされます。相手に当たってボールがラインを越えます。コーナーです。うわー、危ない。決まったかと思われたヘディングシュートは枠を捉えきれません。モロソフくんの足元ちょっと怪しいんだよな。大抵トラップがでかい。試合前にニュースがありましたが、レバークーゼンが選手を獲得しました。拾って、彼は才能を秘めた本物のタレントですね。スルパス、ナイス。コーチの指示に従って熱心に練習すれば、いずれサッカー界を代表するスターになるでしょう。シュート、うわー、素晴らしい。チャナティック、シュート見事に決まりました。これはスーパーゴールですね。リードを守り切りたいでしょう。これだけ威力があるとキーパーは反応するだけでも精一杯でしょうか。右足であの距離か、あの距離というかあの角度から。16ゴールだからな、めっちゃ点取ってる。うわー、オフサイドが空いています。なんだこれ、取れる。大きなイスチャンネル来た。あとは打つだけ。チャナティープ、わー、いいね。いや、1枚どころじゃないですね。ペチグリ
小賀志和選手狙っちゃったあ、やばいやばい。仕掛けてくるのか。うわぁ。ちょっと待って。うわぁ、やべ。ナイスカット。ああ、いいところに出てきたね。対応して。ボールを前に運んでいます。やべ。うわぁ。モロゾフ君も取れんか、それ。確かにシュート自体は悪くないですが、どちらかというとキーパーのミスが招いた失点のような気がします。せめてニアポストのコースは潰しておきたかったですね。モロゾフ君、ここまで手に汗握る。いいの選手の方か、右サイドの。オッケーだ。あ、オフサイ。変えよう。メンバー変えます。ツートップにします。どうしようかな。深井選手ゴール入れたけど変えて、ボランチに清武選手持ってきて。ルカス選手入れっか。金子選手じゃなくて、あえて。よっしゃ、これ、取るぞ。もう少しパスを出すのを待つべきでした。うお、なんか一本で。相手にパスしてしまいました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ああ、うお。やべ、モロゾフ君はあれ取れないのか。つまりどうしようかな。ここから2点あと。ちょっと待って、俺は急いでる。邪魔だ邪魔だ。来た。うわー、マジか。やべ、すいません。ゴール前、期待も高まります。キーパー、おお。キーパーは反応を見せません。明らかに外れそうでしたからね。選手の交代です。疲れの見える選手との交代ということでしょうか。まだあるよ。諦めんな。コンサドーレ、お、来た。抜け出した。いいよいいよ。これ決めるでしょ。決める。よっしゃ、ナイス。イエス。ここのかわし、いや素晴らしい。あと1点、あと1点いけるよ。こうなったら逆転までいくしかないでしょう。スタンドからは歓声とため息がこだまします。終盤に巡ってきたチャンス、勝ち越しゴールもあるか。ライン際での攻防でしたがスローインになります。ナイス。ここいけるんじゃない？ OK、来た。スクラム頑張れ。頑張れ頑張れ。切るぞ。決めろ。うわぁ。入んなかった。コーナー誰かいる？清武選手。あ、やべ。あ、いいよ、いいよ。うわ、惜しかった。うわ、出た。ボール前、ここはボ
オッケー、ナイスか。おお、めっちゃスライディングしてきた相手。ナイス。ダメだ、これ一人じゃ無理。オッケー、ナイスナイス。来た。決めよう。うわー、マジか。うわー。うわー。3連発。うわー、ナイス。うわー、マジか。入ったと思ったよな。カーン。ゴールが揺れてる。もう一回。最後一回。最後いけるよ。ナイスか。あー、ま、ここ拾いたかった。いやー、試合終了です。引き分け。互いに一歩も譲らない。ふう、なんとか引き分けだけど、いやー、勝ちたかった。今日2試合やって1勝じゃない、いっぱい1引き分けだからな。イシャクがそこを決めてくれたのは良かったけど、いやー、ちょっと痛いゲームだったな。最初勝ってたからね。うわー、まあ、2連敗しなかったことはまだいいけど、ちょっと名古屋とのね、差を考えると結構痛いのかなと思います。もったいない。非常にもったいない2試合。うわ、めっちゃ勝ち点差ついたな。やば。55と47。セレッソとめっちゃ近くなってる。やば。うわー、もったいない。今日はもったいない。非常にもったいない。ですね。まあでもしょうがない。これは現実だから、これが。まあ現実っていうのはゲームだけど。ゲームの中の現実です、これが。しょうがない。勝ち点差をどうにかね、詰めていくしかないし、名古屋の失速を願うしかないですね、これは。しょうがない。ということで、今日ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。またね、次回、動画で多分やるので、またを、ね、見ていただけたら嬉しいですし、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではここまで、ありがとうございました。またお願いします。よろしくお願いします。